時間帯におはようございますを使ってる時点で職業病ですね。そうですね、確実に職業病ですね。そうですね。11月10日火曜日、火曜日11月も半ばに差し掛かり、年末を感じますね。感じますね。今日寒ないですか？今日寒いですね。ねえ、はいちょい天からの立石ちょい剣天からですね。また空にしてですか？若干ね。ただまあまあまあ、今日は女の子出るわけでもないんで、ここまでは来ませんここまでは来ませんよ。はい、というわけで11月10日火曜日、毎週週の始まりはまるちゃんです。お願いします。お願いします。お願いします。どうですか11月出だしは？やばいですね。どうやばいですか？昨日全くでしたね。いやー、ザキヤマさん、まるちゃん、こんばんは。あざっす。こんばんは。どうやばいですか？昨日はほんまに人もいないし、ほんま、暇でしたね。どうも行かないかった。そでもまあまあ、身内の話ですけど、この人現状達成率 190% ですからね。ああ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 あわああ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 あ、どのボタンを押してもわあああですね。そうですよ、247回です。いや、どうなんですかね。いつから6人に聞いてみたい。いつからインフォライブ見てるのですか？まあいないでしょまあいないでしょうね。まあそんなこんなで、あの、まあ、200何回は重ね、まあ明日は1周年というね。そうですね、インフォライブスタートの1周年ですからね。はい、そんな時期にも差し掛かりまして、まあ11月11日が本当に今日じゃなくてよかったなと本当に今日じゃなくてよかったなと、もうひしひし思う今日この頃ですけどね。これはあれですね、運命ですね。運命ですね。はいはいはい。まあもう逆にこれ運命じゃなくてよかったな。ここでもし11月11日だったらどないかしてでも一つらしだからね。だって日野さんか立石さんが記念日ですよね。メモリアル結構100回とかの記念日でも立石さんでしたからね、はい、200回の立石さんやったかな、ね、今回が247で、248が明日、249、250回です。切り番が切りがいいっすね、切りが、まあ、今週のラインナップはですね、まあ、火曜日のまるちゃん、明日水曜日、まあ、あの日野さんの何でもランキング、立石さんの木曜日のグルメ散歩、金曜日は女の子ということで、ね、まあ、週末は女の子で飾るっていうような一日にこう1週間になっていくということでですね、はい、あの今週もあの寒い中ですが雨も降ったり止んだりしますっていう週ですからね、あのちょっと晴れ気分でいきましょう。そんなところでじゃじゃん、今日はどないやねん。こちらね、あのニュースを見て、ニュースを見てた方など、このニュースを見た方には多分このワードですぐ分かると思うんですけどね、ちょっと気になるワードがあるんで、こちらじゃん、速攻。あ、速攻の速間違えてるかな、あれ側ちゃうかな、こっちやな、こっちやな、こっちやわ。気づきじゃん、速攻。この速攻というあのワードを見て、ワードを聞いて、なんか最近あった出来事を思い出さないですか？ニュース見てませんか？いや、最近ちょっと見てないんです。最近っていうか、いつも見てないでしょ。いや、あのニュース見てるイメージないっすよ。いつもあれ、阪神のスポーツニュース以外見ないでしょいや、はい、あのドツボです、はい、ドツボで、まあ、速攻。これね、あの、まあ、神戸のお話なんですけど、はいはい、まあ、神戸市東灘区のお話になる。知らないっすか？知らないです。な、マジっすか、はい、この怪奇的な事件を知らないんですか？あーって来てる、あーって来てる方はもしかして知ってるっていうことですかね。知ってるってことですか、まあ、こちらですね、まるちゃん知らんの？あー、ひどいニュース。いや、ほんとひどいニュースですよ。こちら、速攻、まあ溝ですわ、はい、速攻に隠れスカートを覗いた男逮捕。どういうことか分かりますか？恥ずかしすぎ、ほんまにね、これはほんまに恥ずかしいですね。知らないですか、これ？知らない。知らないんですか？それは知らないです。これですね、まあ男性がですね、まあ簡単に言うと、生まれ変わった道になりたい。そうです、私は貝になりたいじゃないですよ、道になりたい、
これね、速攻に男性がこう入ってたんですよ。で、女の人が通る、それをずっとスカートでこう下からこう動画撮ってたっていう、写真撮ってたっていう。で、速攻から髪の毛が出てたらしくて、でそれを気に気づいた女の人が覗き込んだら、中の速攻におる男の人と目合ったっていう。で、発覚したっていう問題なんですけど、多分まあその女性、これから速攻見れないでしょうね。そうですね。怖いよって。そんなことがあったわけなんですよね。しかもこちら、まあ、28歳、はいはい、年変わらんがない言うて、あ、まあ、この人、いやほんま俺の1個上ですよ、はいはいはい、ほら警察の調べに対してスカートを覗きたかったと容疑を認めていると、はいはい、こちら、まあ、幅約55センチ、深さ60センチ、入れないですよ、入れないです、入れないです入れませんね、入れないですね。なんでも、まあ、成人男性が入るのやっとめっちゃ怖い。いやそうですよね。なんかまあその側溝から髪の毛出てることに気づいたお姉さんもすごいなとは思いますけどね。すごいですね、はい、これ人気のない午前3時に側溝に潜り込んだと。で、人通りが増えるのを待つこと5時間、かなりの忍耐力。パンツを見るためには5時間無になれます。そして朝、はい、まあ、スマホを構えて道行く女性のスカートの中をスマホで盗撮と。でこれ取材を続けていくうちにですね、この人は、まあ、この容疑者ですね、はいはい、まあ、小学校の頃から速攻に入ってよく遊んでたと。速攻お兄さんですね。あ、はい、でこれ実は、ね、これ何がやばいっていう、この人2年前にも同じ容疑で逮捕されてます。ああ、これ2回目に、はい、速攻入りたい放題。あ、速攻に入ってて出てきて速攻入るっていう、あ、速攻で速攻野郎です。速攻性癖ついてるんですね、かもしれないですね。はい、覗きをしようとして女性に見つかる、逮捕。これやばないですか、うん、だいぶやばい。キャバクラ行ったらいいのにね。キャバクラでもパンツは見れないでしょ、道になられへんし。いや、とある店は見るでしょ。とある店は、はい、知ってますね、はい、いや今ポロッと今ポロッと言いましたよ、とある店通称とキャバクラでしょ好きな通称とキャバクラちゃいますか、どこでしたっけどこでしたっけ場所あ、関西悪口ですやん乱れるデブですよ、それラデブというわけでですね、まあ、狭いとこ好きな、いや、そういう兵将が好きとかそっち系じゃないと思うんですけどね、まだスカートを覗き込むためには速攻にも入るっていう、すごいな、すごいですね、この人すごいっすよね、執念がすごいね。3時、夜中の3時は人通りも少ないんで、そこに入って、まあ、朝人通りが増えてくる8時9時まで粘る。出るときどうなんですかね。出るときですか。まあどっかのタイミングでそのまま朝3時まで行くんじゃないですか、もう言うたら24時間行くんちゃうんですか、わかんないですけどね、どっかのタイミングで出るんでしょうけど、確かにそれ考えたらいつ出るんでしょうね。ですね、それ怖いな、ほんまや。やったら速攻にこうカメラを設置して1日帰っててもよかった、うん、その日にパカッて撮ってもよかったんちゃうかなみたいな気もするけど、まあ、そんな、そういう、まあ、それでもよかったんちゃうかなって気は、俺、せんでもないですよね。電池もないでしょ。え？電池が。電池、いや、そんな盗撮のカメラなんか別にプッと置く分なんかでもいけるでしょ。そうなん、まあ、さまざま、いろんな性癖はあると思うんでね、全然いいんですけど、トイレは？いや、トイレでも、トイレでもあかんですけどね。まあ、速攻に隠れて、まあまあ、スカートを覗き込もうとして捕まるっていうのは、これも何度も結構痴漢とか、やっぱこういう、こう、なんですか、こう、奥底に眠る欲をこう、公共の場で晒してしまうのはよくないですね。こういうのをまあ抑制するために、まあ、いろんなお店があるわけですからね。ね、なんで、これから性風俗産業に属する方は、道になってパンツを覗けるっていうオプションのある店でも開けたらいいんじゃないですか。こういう人が2億円落としてくれますよ。落としてくれますよ。まあ、こういうなんかこう決まったことじゃなくて、そういう日常の中での非日常みたいなものを体感することにまた興奮するんでしょ、ええ、ちゃうやん、トイレ同時だ、あ、なるほどね、あ、排尿は同時だ、そのまま垂れ流しちゃいますそのまま垂れ流しなんちゃいますか、やばいですね、すごいな。まあ、そういうわけで速攻に隠れてたお兄さん速攻逮捕、ダメですよ。さあ、マメさん、盗撮についてどう思いますか。盗撮に、盗撮ものは好きですか。いや、絶対好きです。次行きましょう。はい、マメちゃんのいただいてみます。はい、ほぼ今何つったか分からなかったですね。はい、とうとう24回目ですか。
24回。すごいな、24週これやってるんですよ。すごいですね、24週っすよ。結構やってるっすよ。今日ね、ちょっとあの高級食材、高級食材、はい、高級食材、はい、この前のフォアグラよりも高級食材。まあ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 、そう、あーそうやね。え、それより、あれ、なんか赤いものが出てきたぞ。わあ、ああ、ちょこちょこわはは言うてへんのに。いちご、いちご、はい、高級食材ですか、いちごって。いちごと、マヨネーズ。うわー、無理やわー。いやー、それはやばいわー。リキューです。え、飯尾さん知らんまま喋ってたんですから。何になると思う。いや、急に来るやん。むっちゃ急に来るっすやん。え、高級食材です。になるんですか。なります。あ、これいちごとマヨネーズで高級食材に変わるんですか。はい、変わります。いちご、甘みと酸味、はいはい、マヨネーズ、コクと酸味、はい、酸味、いやいや、酸味はちゃうよ、パンやないか。いちごとマヨネーズ、いちごとマヨネーズ、食感も考えて、それいくらはやったしな、はい、ちょっとちゃうな。まあ、その部類ですね。あ、卵系になるんですか。そのイクラとか。キャビア。違います。チェーチェー、違います。何になるんですか。あともう一回、あとむちゃやらすっすやん。あかん匂いしかせん。いや、ほんまそれでしょ。それに近い。明太子。違います。キャビアも違かったやろ。まあ、その魚類ですね。魚類、うん、あ、トロ。おう、大トロ。うえー、いや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 、待って待って待って。いや、わあああああ、いやいや、ほんまにもうね、今なんか悪いものを食わされる前に高笑いされてる感じですよ。大トロです。嘘やん、ありえへんわ。絶対やばいと思う。皆さん聞きました、大トロですよ。大トロです。トロ、はい、そうです。そう、横に座ってるのはトトロです。はい。バーア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 ー。今このイチゴって高いんですよね。イチゴなんぼするんですか。それこのままワンパック、はい、900円、1000円ぐらい。たっけ。普通398円とか。いや、そういう、いや、イチゴってちょっと高いイメージあるっすけど、1000円もするんやとは思わなかったですね。これちょっと半分のやつなんですけど、500円。ここでも半額。いちごとマヨネーズはいちご以下のもんにしかならんやろ。いや、ほんまそれですよ。いちごの良さも失われますね。わあはあはあはあ。もうなんかこう、あれですか、10秒数えたらそれ打つみたいな人いるんですか。嘘やん。そんなことある。わあ、やばいわ、時期がな。いや、ほんまね、いちごってな、なんか安いイメージあったんだけど。しっかりマヨネーズ絞らせてもらいましたね。でで、ちょっと光の加減で見えない。マヨネーズ見しても知らないか。ちょっとこれ取りますね。季節がちゃうね。いや、確かに。ああ。いちごは冬じゃないですか。冬。わかんないですけど。もうでも秋も冬もそんな変わらない。変わるでしょ。変わります。絶対変わるでしょ。どうなんかね。では。いただいてみましょう。きた。来たぞ、わははボット。いや、もうツイッターやん、おるな、これわははの人。わはは本坊みたいに言えん。ええ、え、いや、こっちがええって聞いとるんですよ。タンが絡むんですよ。あんまりないね。春やで、春でしたか。音が鳴ってるんだ。さあ、どんな感想が、どんな食レポが入ってくるでしょうね。
なんか違う。今遠くの方を見ながらなんか違うって言いました。なんか違う。でもいちごの方が甘みが強い。じゃあマヨネーズの量じゃないですか。いや結構マヨネーズ。一回食べてみてください。ちっこいのでやば。行かしてもらいます。ちっこいので。そう見えたらすみません、いちごってなんか汚い人の鼻みたいに見えません？こんなブツブツ、なんか角質詰まってる鼻みたいに見えへん。漫画ですよ。いきます。なんかちゃうわ。そのまま食った方がうまいに決まってるやろ。いやほんまそれ。でもなんかね、一瞬だけ一瞬だけ、お、言いたいこと分かる瞬間来るんちゃうみたいな、こう思わせぶりはあるのは分かる。もう一回いきますね。ガッツリいきますよ。あのね、トロの溶けるタイミングがあるじゃないですか。大トロってこう口の中で溶けるっていうせん。いちごの中の果肉が、まあ、とろけてるような感触が、その感覚にちょっと似てるだけ。味は違うね。味はちゃうね。味は違う、うん、なんかちゃう。これはまあ、もう一回ちょっと、なんともっとその僕みたいにあのトロに近い何かを見つけてください。見てください。僕以外でね、僕のコメント以外でですよ。さあ、この人にどれだけの食レポ能力があるのか、24回目にして試してみましょう。とマヨネーズをかかったら、マヨネーズの味が強いんですよね。味ではない。いや、そうなんですよ。風味、いや、ちゃちゃちゃ、感触、食感的な。うん、まあそのとろける感じっていうのが最初、いや、感する。最初一発目食いません、うん、これダメなんですよ。ほう。2発目が何、とろりっていうのとろりとろりとろりっていうような感じで、どういうような感じ。もっかいくわ、もっかいくわ、もっかいってください。もっかいくわ、もっかいくわ。でも今いちごってあんま見ないね、やっぱり。ここ、あ、終わった。そう、わかりましたか。今俺が何一口加えて何かじりしたか分かりましたか。3ほどでこう果肉に達成して、マヨネーズが混ざった瞬間に甘みが死ぬわけじゃないですか。で、甘みが死んだ時にとろみが来て、あ、終わったわみたいな、分かります。真ん中あたりやね、ジェットコースター的な、うわーって来てスン、あ、終わったみたいな感じで、全然旬ちゃう。いや、ほんまに脳旬、全然旬ちゃう。よいしょ、もう一回行こうか。これラストやで。これラスト。いちごとマヨネーズで大トロつけるっすやん、かじりますやん。二口目三口目で中のいちごのこう果肉に達成するっすやん。いちごの甘みがマヨネーズで死ぬんすよ。おかげで食感だけが残るんですね。その食感が若干トロッと溶けるときに似てるだけ。味はアボカドでええやん。いや、アボカドでええっすね。アボカドと醤油で十分やったんちゃうかな。総評お願いします。総評、今日は味はゼロ。味はゼロってわけじゃないでしょ。味はあったわけですから。味は大トロではなかった。食感だけ大トロ。その一瞬のために視聴者は試してみた方がいい。是が非でもいちごを旬の状態でだけ食べてください。
そうですね、今は食べない方がいいです。いちごを今ディスりましたよ。ただいちごをディスっただけ今の。いちごは食べない方がいい。早く総評を進めてください。え、いやこれ500円、あの980円ぐらい支度するワンパックが高いからっつってちっちゃい方の500円にしたっていう。後ろのお姉さんすごく綺麗、あのおじいさんと。これ500円です、5個。はい、500円です。500円、 5個500円です。1個100円。1個100円。わあああああ、いやわははポッター、ありがとうございます。ということで今日は大トロはなかったです。これはダメです。ダメー。ダメー。なんか最近不発ですね。不発ですね。盛り上がりでもかっ。あ、ほんまやな。僕も。次は第25回目。まだ行くんや。まだ行きます。何するんですか。まだありますか。何の予定で。このゴミ企画にいくらかかりましたかみたいな。初っ端のいくらぐらいちゃうんですか、やっぱり。なんか今日鮮明に残ってる正解って。ダメー。いやほんまですよ、ダメーですわ。今日は視聴人数もダメーですね。10人。あー、ダメー来てるなー。ありがたいですね、10人も。いや、ありがたくないでしょ。他の放送人数知ってるんですか。知ってます。知ってるんですか。首やで。明日90、100行くんでしょ。明日ですか。まあ日野さんはもう女の子4番でも100いきますからね。ですね。立石さんは5、60でしょ。はい、行きますね。伊予さんももう60、70いってますからね。ね。で、まず金曜日女の子出るから100いくでしょ。10人。火曜日も潮時やな。火曜日も潮時ですね。潮時。コーナー変えなあかん。お、とうとう自分で言い出しましたよ。コーナーを変えますか。もうこれ全部まだなくなって、まだ今年は元かなとは思ってますね。元かな。今年は持つかなと。今年は食べ合わせなんとか。なんとかね。まあ、12月はちょっとコーナーを変えようかなとは思ってますけど、ね、自分の差し加減でコーナー変えようとしてるやん、はい、何するんですか、何したいんですか。いろいろ。いや絶対考えれてへん、そんな言い切りました。もう多分年明けても食べ合わせしてますよ。はい、というわけで食べ合わせ以上になります、ね、はい、これはまあ食べ、大体はい、食べ合わせた後は埋め合わせましょう。じゃん、インフォメニュースということで、じゃじゃーん、割引速報。はい、まあ結局ね、あのこの辺になってきますからね。割引の話ですよ。はいはい、はい、あ、まだやるの割引。やりますよ。インフォメは年末の波に負けません。まだやるの割引速報ということで、まずこちら、じゃじゃん、ほい、はい、ローラ南ですね。はい、あー、ローラ南でございます。こちらがですね、一応今までの料金代は、一応ご説明だけ、まず9時までは5000円、9時以降が、まあ、一応6000円という形になっておりましたが、はい、オールタイム今週ですよ、今週までで、ね、ご新規様限定5000円のみ飲ませになります。おお、ごこみのみのは復活、フェレナ以来のごこみのみのは復活です。お、はい、し、まあまあ、しかもね、まあまあ、ドレスの方もね、割と好評なんでね、あ、真っ赤なワンピースと濃紺、紺のワンピースということで ね、ちょっとあのざっくりこう谷間の方もこうサクッといってて、プラスまあちょっとミニスカートでフォーみたいな感じにこうなってるわけなんで ね、接客もいいし、ね、そうなんですよ。で、まあ、フェレナの時代よりもまあ女の子もちょっと可愛くなってきてますし、ね、続々新人も入っているということで、まあ、期待もできるんじゃないか。そしてまあ僕、まあ、それも1号店からあのローラすごく近い、でこの放送してるソエモン2号店の真ん前ということで、立地もいいというわけでね、ぜひ皆さんにこう1軒目でも2軒目でも楽しんでいただけたらなというところでございますよ、はい、あそこはいいよね、ローラ、いいです。なかなか、ね、女の子の精度も高いですからね。そしてこれいんのかな。いつでも2色おるのいますよ。いつでも2色います。2色の分け方には諸説あるそうですがね、じゃん、ラポッチャポッチャ半額です。うわー、オールタイム半額です。セット料金の半額になるんで、ね、詳細は確かね、ちょっと待ってくださいね、詳細、ラポッチャはオープンから10時まで、で10時以降からあの12時までっていうところで料金帯の基本料金が上がるわけなんですけども、まず10時まで、10時まで1名様、料金2000円、2000円、タックス2000込みで、タックス2500円であのお釣りきます。
そして2名様が驚き、はい、1800円、1800円、安、こうタックスでも2200円です。安い、ね、むちゃ安です。そして10時以降、はい、1名様、はい、2250円、はい、タックス込み2800円です。2800円、3000円のお釣りいきます。3000円のお釣りいきます。そして10時以降の2名様、はい、2000円、タックス2480円、2500円で釣りいきます。おお、ラポッチャがオールタイムで2500円以内でいけるということですね。3000円切りましたね。はい、3000円切りましたね。かなり安いですよ。すごいもんね。飲み放題も月いっぱいでいけるはずです、これ確か、ね、はい、セット料金半額やってますね。やってますよ、半額。半額、またあのうちのクーラーを壊してくれたらいいと思います。何回目なのかあれ。さらになりましてね、ちょっと前にクーラーが。で、さらになったおかげで、まあさらのクーラーがラポッチャの体勢にまだあの慣れきってないんですかね。あの上にこうはまってるわけなんですけども、ちょっとずつ剥がれてきてずれてきました。ああ、ま、回るんちゃうかな最終。あちょっとずれてきたからね。すごいもんね。回るっぽい。どん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 。はい。そして今週の。はい。木曜日、金曜日、土曜日、木金土、はい、はい、3日間で、3日間カエラ南で、カエラ南ワイシャツイベントやります。ワイシャツ、ワイシャツイベントやりますよ。僕ワイシャツイベント好きですね。ワイシャツイベント結構好きです。はい、あの以前ね、あの放送にも出てもらってました、あのかなちゃん、かなちゃんと、まあ、ちさちゃん、ちさちゃん、あの子たちのワイシャツ姿が見れる。あ、いいよね、見れる、いいよね、リアルやな、キモいな。見れま す, そうです、ね、しかもワイシャツの下はね、まあ、あの履いてますよ、一応安心してくださいね。はい、あ、まあ、むしろ履いてへん方が安心できるんか。ショーパンみたいな感じになってるんで、まあ、あのワイシャツのこう、ね、終わりから太ももがこうシャッとこう出てるわけで、もうその太ももをバチーンってしたいでしょ。あれ、今回履くんですか。履くでしょ。いや、いつも履いてましたよ、ショーパンも履いてましたよ。誰かこの前履いてなかったでしょ。うえっていう噂は聞きました。やばいっすよ、はい、というわけで、まあ、ワイシャツイベントね、皆さんワイシャツイベントの破壊力知らないでしょ。結構ね、接客の中でワイシャツイベントやってますよって言ったのは、いや俺ワイシャツはみたいな、別にみたいな。皆さんワイシャツの破壊力知らないでしょ。僕は知ってます。ちなみにあの僕もどっちかというとワイシャツ別にそんなみたいな感じやったんですけど、いやワイシャツイベントむっちゃええで、むっちゃええよ。もう一回言おうか、むっちゃええで。結構ボタンも外してますからね、3つぐらいいってるからね。むっちゃええで、ワイシャツイベント、ね、いやほんまにね、こうしゃがんだ時にむっちゃええよ。見てもみこの、40歳の性を見てください。しゃがんだ時にちらっと覗いて、覗いてやるやつら覗いてませんっていうタイプです。一番気持ち悪いやつですね、これ。まあ、なかなか、このイベントも、しょっちゅうやってるわけじゃないんでね、今週、しかもまだまあ料金の方も安いままでご案内できるということでね、この機会に飲み飲ませイベントを持っていきながら、ワイシャツ、堪能してほしいなと。ワイシャツ伊達メガネとかめちゃめちゃええよ。めちゃめちゃええで。あともう一個なかった？え？周年。ああ、マドリドの周年ですか。うん、マドリドの周年は別にそんなええかな。木金土。そんなええかな思ってて。よくね、まあ1周年。1周年ですね。1周年。そうしたら来週は持ち耐えるってことですね。持ち耐えます。飲ますか？まだ大丈夫です。ほんまですか？まだいけます。だそうです。最近は一桁叩く日はないですからね。はい、じゃあ一桁出たら、ミーティングで、重要内容として最重要内容として取り上げたいと思います。ブーヤンが喋っとるわ言ってエンターテインメントを学ばんとあかんっすね。というわけで、明日はポッキーの日ではありません。インフォメの日ですよ、はい、11月11日は1周年ということでね。店舗ポッキーくれるんですかね、はい、くれるんですか、知りませんよ、うん、では皆さん明日はここに15人に0をつけるぐらいの放送人数で遊んでいきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。